はいどうも、今日も元気にまとれていきましょう。チャンプルーです。というわけで今回は主誕生祝いはるかでやっていきましょう。このね、かわいい海賊セットに身を包んだはるかが祝ってくれます。もう俺の誕生日はもう3週間前なんだけどね、ちょっといろいろあってね、動画が撮れなかったんですよ。だから今やってるんだけど、というわけでね、俺も年を取っていつかおじいちゃんになるね、あのステップ一つ踏んでしまったんですけど、今21じゃん俺。だからまだ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 20代ね、序盤ではあるけど、いつかねおじいちゃんになっちゃうじゃん俺も。いつかおじいちゃんみたいになっちゃうわけじゃん。だからいずれね、反射神経も衰えてくるわけじゃん。もしかしたら無双乱舞がね、ある日突然ねできなくなっちゃうかもしれないじゃん、老化のせいで。それはね、ちょっと避けたいんで。まあね、本当に100歳になるまでバトレアやりたいかな。まあプレステ2のね、このコントローラーとかこの本体自体がね持つかどうかなんだけどね。あのさ、みんな知ってるかな、90歳のおばあちゃんがあの世界最高齢の、 あのゲームプレイヤーとしてギネスに認定されたんだぜ。すごいよね。俺もさ100歳までやってさ、逃がさんぜ。俺もさ100歳までやってギネスに登録されたい。お、なんかいる。オッケー、決まった。おばあちゃん90歳でギネスと言ってるから、俺もね、あのおじいちゃん100歳でちょっと世界最高齢のゲームプレイヤーとしてねギネスで選ばれたいね。俺さ120年生きたい。あの高寿ってやつ、称号もらいたい。あのなんていうのかな、皇太子の皇という字にあの寿と書いて皇寿だったはずなんだけど、120歳まで生きたらその称号が欲しい。まあその前にね、この100歳のおじいちゃんのゲームプレイヤーでギネス取りたいかな、まずは。さ、おお、危ねえ。ちょっとこの頃危ないからね、ちょっと一回引きましょう。うん、なんかコンテナ飛んでんな。あぶね。かわいそうに。これちょっと危ねえわ。チャルのパチンカ遅いっすね、すごく。なんか変なとこ乗った。よし、終わり。ふぅ、こんなもんすかね。疲れたわ。
さあ、というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価噛みすぎ、高評価お願いします。それではバイバイ。100歳までバトルやるぜ。